行きましょうか。はい、じゃあマイクの前でお願いしますね。はい、いいですか、これ音聞こえる？聞こえる？聞こえる。聞こえる？じゃあ、2タイミングで始めれる？ So what do I do? Do I start with Hello, hello, it's me, Edith again. お、間違ってる。10分ぐらいでしょうね。そうね、10分ぐらいだね。大体10分でいこうか。はい。聞こえる？行こうか、うん、せーので、まHello, hello, it's me, Edith again. How is everyone doing? We have Watanabe-san. はい、皆様こんにちは。リビングリッシュ始めていきましょう。はい、リビングリッシュとは、リブ、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクールイングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と Edith です、がお届けする番組です。はい、ということで今回もケイシーからですね、船越さん、はい、あれですよね、引き続きレギュラーよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、本日ゲストぜひご紹介してください。はい、はい、個別指導メビウスの小原先生です。はい、 I'm Koichi Ohara. It is member of the company called KEC. I like sports watching games on TVToday, I'm very nervous. Thank you. 素晴らしい。素晴らしい自己紹介ありがとうございます。英語でしてくださいと言われなくてもできました。はい。ありがとうございます。練習してきました。はい。素晴らしい、素晴らしい。なんか、スポーツ観戦が好きで、サッカーゲームか、みんなが。そうですね。はい。ということですね。はい。あれですね。もちろん、船越さんも英語で自己紹介してもらわないといけないので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい。Hi, hello. I'm Takeru Funakoshi. I'm a member of KEC staff. My job is mainly web design creation. I am nervous because my English is not good. I will do my best. Thank you. 素晴らしい。Wow, that's awesome. 素晴らしい。全然ナーバスにならなくても問題ないです。Yeah, it's very good. 素敵な英語で十分です、十分です。はい。でですね、この番組はですね、いいですが英語で質問をしていきますので、まあ英語もしくは日本語もしくはその他の言語何でもいいので答えていただければなと思っております。はい、はい、でですね、番組中はいいですのネイティブな発音もリスニングとして聞いてもらえたらなということですね。はい、じゃあ早速英語で質問。Yes. Okay. So, have you been anywhere, like any countries so far? 今までどっか海外行ったことありますかっていう質問なんですけど。I don't have the experience that I went for abroad. はい、行ったことがないと。海外に行ったことがない。Yes. ちなみにパスポートはお持ちですか？I don't have. パスポートもないと。なるほど。ぜひパスポートは作っていただけばダメですね。はい。じゃあ言ったことないですけど、まあまあ質問。So you have never been to other countries, but maybe you had some experience with foreigners? はい。外国人と何か日本でも経験というか。In station, station? はい。駅で。Today, today, train is late. はい。電車が遅れてたと。はい。
after Japanese. はい、頑張って日本語で、日本語でどうぞどうぞ。あの外国人の方が、あのなぜ電車遅れてるんですかと、あの私に聞いてきたんです。はい。理由が、まあ、その日は台風がちょうど来てたので、私が、まあ、そこは英語で聞かれたので気を利かせて、It's typhoon と言ったんですけど、 It's typhoon、はい、because という感じでね、はい、理由は台風だよと答えたら、いや、その方が、あ、台風なんですねと日本語でおっしゃられて、それだったら最初から日本語で言ってくれたらなと思いました。なるほど、英語で聞かれて英語で返したのにもかかわらず、その返事が日本語やったと、はい、な、日本語わかんねやんかと。そうです。え、その人は見た感じは外国人やったんですか？外国人です。あの、あ、ちょっとアジアの方かなというのはあるんですけど、アジア系の外国人みたいな感じで、はい、で、まあ、英語で聞いてくるもんやから、はい、英語で答えたのに言ったんですけど、なんや、日本語できんじゃんって、はい、よくある話ではありますよね。でもまあまあ、その人の、ね、英語、日本語力かもうどんなか分かんないですし、ね、はい、多分台風は分かったんですよね。台風っていう単語はもともと日本から、台風、台風は。あ、it's from Japan。いや、わかんない。多分この辺エリア。It should be like from Asia。アジアの方でなんか生まれた低気圧の塊を台風。アメリカはハリケーンだもんね。Yes, hurricane。ね。So it's different。違うよね。Yes。So next question, did you have any experience with foreigners in university? はい、大学時代になんかこう外国人との接点みたいな。From Chinese. From Chinese. はい、中国人。はい。留学生。留学生。一緒にその東京のでゼミの研修がありまして、はい、一緒に行ったんです。学生の時ね、はい、ゼミ旅行で東京へ。はい。はいはい、その時に昼食を一緒に食べた時に、はいはいはい、私ちょっと、あの、お箸の持ち方があまりうまくなくて、はい、小さい時から、はい、あの下手なんですけども、全然もう気にしてなかったんですけども、はい、その中学生の留学生の子に、あなた箸の持ち方下手ですねと言われた時にちょっとショックを受けまして。それ面白いですね。 That's so annoying, right? お箸の国の人やのに、まあまあ中国もお箸使いますけど、香港中国人の皆さんは、yes, we can use chopsticks, but I'm not good as well. Using chopsticks. そんなにいいですもん、上手じゃない。Yeah, and because like, you have this certain gesture, where you have to do it like properly, it's kind of difficult. ね、ちょっと長いね、中国のお箸はね、日本はちょっと短いけどね。でそこで直されたんです。え、もう直してないですし、ちょっと指を骨折、そのあの最近しまして、はい、もう今は治ってるんですけど。あのますますおかしくなりまして、もうこれをもう理由に、あのこちらのせいだよと言ってます。なるほど、もうこれでいいんだと、はい、これで通すと、はい、一生通すと、まあそうですよね。好きに持って食べやすく。You're thinking about like when you eat, you just want to eat. Your purpose is to eat. そう、食べることが目的だからね。別にお箸をきれいに持つことが目的じゃないもんね。Yes, yes, yes, exactly. 確かに食べれ、美味しく食べれたそうです。Yes. って言ってます。Thank you. はい、いいと思います。So I think people, they try to correct you, it's very, very annoying. そうね、みんなね、言うよね。いや、僕も結構ね、周りに言う方、お箸ちゃんと持ててないよって言う方やけど、あんまりね、あの外国人とかやったらできなくて当然やし、別にね。でも最近なんか箸袋の裏に英語で書いてますよね。こうお箸の持ち方みたいな。知らないですか？Oh, really? なんか結構、Where? Like in Japan? どこかな？うん、なんか回転寿司屋とか、なんかラーメン屋さんとか、Really?外国人が多いラーメン屋さんとか行くと、箸袋の裏になんか箸を割ってこう持つみたいな書いてますね。すげえと思いながら。Sometimes it's more annoying, like when foreigners they can do it better than us. ね、ほっとけっちゅう。そんな勝手にも持たせろ。怒るよね、それね。なるほど。はい、じゃあ最後何が。Okay, so what are your hobbies? あ、趣味は。I watch sports.はい、ゲーム、メジャーリーグベースボール、オーバーシーズフットボール、海外のサッカーと、あとはアメリカの NBA、あのプロレスリング、プロレスも、yes. なるほど。なんか面白い話あります？写真撮影会のこのイベントが
レスラーの方と一緒に写真を撮れるというイベントがプロレスのね、はい、プロレスラーの皆さんと、はい、こう何か一言言いたいと思いまして、はい、せっかく写真撮るしね、はいはい、やっぱ筋肉がすごいで、あのハンサムなので、はいはいはい、あのあなたはかっこいいですと言おうとしたんですけど、うん、要はクールガイセクシーガイグッドルッキングガイどれをチョイスしたらいいのかと思いまして、レスラーに向かっての褒め言葉、はい、いいです、なんて言ったらいいかな。You look cool. You look cool. If you say you're sexy, it seems like it has some implication. うん、なんかね、ちょっと気持ち悪い感じかな。Maybe you're hitting on him or something. そうね。ね。Yes. You're cool. You are cool. が一番かっこいいに近いかもわかんないですね。Yes, yes, yes. You're good looking or sexy. Maybe you're trying to do something. ね。ナンバーしてるかもしれない。なんかちょっとええ体してるやんみたいな。そんな感じになっちゃうので、はい、それはやめといてください。勘違いされますので、はい、ね、でなんか、それは何人やったんですか、プロレスラーを。それはアメリカ人だったんですけど、はいはい、メキシコの方もあちらあの盛んプロレス盛んですので、そうですね、うん、その時もあのサイン会がありまして、はい、あスペイン語だとあグラシアスだけは言おうと思ったんですけど、あちらの方もやっぱり日本のイベントなので、サイン書いて、あちらのプロレスの方がありがとうって言われたので、あここで言わなと思ったんですけど、私もありがとうございましたって言ってしまいまして、グラシアス準備してたのに向こうがありがとうって来るもんやから、ありがとうって言ってもらった。よくある話やね。向こうもグラシアスで来たらね、はい、ああ、もちろんグラシアスって言うねんけど、はい、うんうんうん、ありがとうで来られたらね、俺だけグラシアスおかしいやろっていう。なるほど、そうかそうか、いやすごいですね、面白いですね。なかなか日本にいながらにしていろんな外国人の方と交流してますね、はい、素晴らしい、さすがです。はい、ではでは、もう時間もあれなので、あの後半戦に行きたいなと思うんですけども、ぜひ告知をしていただきたいなと思うんですけども、はい、はい、ですね、メビウスの高槻の方で、高槻校で行うイベントなんですが、はい、7月から8月にかけてですね、はい、小学生体験博というものがありまして、はい、小学生、公立高校の小学年生から6年生が対象なんですけども、はい、算数、英語、国語力を鍛えるグリム、プログラミング関係等ですね、さまざまなあの体験ができる講座を用意しております、はい、ぜひ ですね、まずはあの足を運んでいただいて、何かその中で、得るものがあると思いますね。まずは足を運んでいただけたらと思います。高槻校ですね、はい、高槻校でやっていると、はい、詳しくはホームページ、そうですね、はいはい、KEC で検索、はい、でいいですか、はい、ぜひぜひ皆さん楽しそうな、体験博なので行ってみてもらえたらなと、はい、思います。お願いします。はい、では今日はこんな感じでいいです。締めてください。Okay, if you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you. Goodbye. はい、バイバイ。ありがとうございます。